今回もですね、ちょっとあの久しぶりに、まあ、今年20日のリサーチ動画を撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。で、まあ普通にですね、このアカウントのマイページのサーチの右のアドバンスドっていうのを押してください。そうすると入力画面に入るので、まあ例えば何でもいいので、ジャパンとか入力してもらって、で、ソールドにチェックですね。でここまあ例えば3000円以上に以上ぐらい、3000とか4000円以上ぐらいですね。 まあ全然1万円以上とかでもいいと思いますので、まあ、最低何,何円以上の商品だけをリサーチするっていう形になりますでここユナイテッドスペースアメリカからここをジャパンに変えてでここ50から200ですねそうすると、まあ、日本の商品で3000円以上で売れた商品だけをリサーチするって形ですねそうすると売れた商品っていうのが新しい順に出てきますので 例えば1月の23日、最新の商品から出てきてで、このビューっていうのがあって、ギャラリービューっていうのを押しますと、まあ、こんな感じで横になりますので、で、ここで気になる商品があれば、えー、リサーチ。まあ、僕もほとんどメルカリかヤフオクなので、まあ、メルカリがほんと9割ぐらいですねで。気になった商品があれば、メルカリにそのタイトルを入力していくって形ですね。 これとかどうですかねバックトゥーザフューチャー、future, スーファミとか。例えば。バックトゥーザフューチャーですよね。で、スー みたいなどうです出るかなあ、出た。高。7900円ですね。これなんだろうこれは説明書高いな。3600円もすんのかいなんか普通の商品で3000円とかで買えれば7600円なので、まあ差額出ますよね。まあ7900円。 まあ、7600円で売れてるから、まあ、9000円ぐらいで発売し販売しても売れそうな気がしますけどね、まあ、こんな感じで気になった商品があればメルカリにその日本語のタイトルを入力して価格差を見るっていうそういった流れですねこれとかは何て読むのこれキャラキャラウィーあデロリアンのデロリアンデロリアンはバックトゥーザフューチャーの車ですねってことは レロリアンミニカーとか。出そうじゃないですか、これ。いくらかわかんないけど。えっと、これ新品ですよね。で、4395円。出るかなあ、これこれ。これ最高っすね。デロリアン。で、3 0 0す数。4個で3000円ですよ、これ。なんと1個4300円で売れてて、で、これ送料が、 いくらだろうあの1000円取ってるんですよ。10ドル。だから今だと1100円ぐらいですね。だからこれは5500円ぐらいで売れてるって形になります。どういうことかっていうと、ここにフリーシッピングってあるんですけど、これが送料無料って意味なんですね。あやべ。で、さっきのデロリアンに関してはフリーシッピングっていう文字がありませんので、まあ送料もいくらか取ってあろう。 いうそういった計算ですかね3000円で買えたら全然いいっすねこれまあソールドになってますけどあこれバックトゥーザフィーチャーデロリアン1500円ですねこれとか全然買ってもいいんじゃないですかこれもデロリアン 1,300円でトミカだからまあ僕だったら5,000円、まあ、4,000円で出して送料1,000円で取るみたいな多分売れそうですよねあの別にもう売れてる利益なくてもいいんですよあのこういった商品っていうのは要はオンリーワンの商品でライバルもいないしあの昔で作られた商品ですのであのどん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 年月が経つたびにあのプレミアがついてどんどんレアになっていくんですよあのレアになればなるほど売れる確率っていうのも上がりますしあのどんどん希少価値っていうのは上がってきますので こういった関連商品があれば、もうこういったものも僕だったら昔だったら普通に買ってますね、1300円、1500円ぐらいだったら。でこれを僕はもう高めに出しますね、実際に4300円と送料1100円で5500円で売れてますので、僕だったら49.99プラス、えー、送料で1000円とか、そうするとちょうど6500円とか、そのぐらいの売り上げという形になるので。 まあ、1,300円、1,500円のものを6,500円まで伸ばそうかなって感じですね。で別に売れなかったので値下げすればいいだけですしで、売れなかったら値下げするのもめんどくさいのであればあの、一斉にセールっていうのができますので、eBay だと。だからセールにして、あの例えば10%オフにするとか15%オフにして、であの、売り切るっていう方法もありますね。こういうの売れると思いますよ。あの、何の車かわかんないですけど。 なぜかというと昔の商品でこういうのが売れててで1600円でなおかつ希少と書いてあってでいいねも9ついてるんですよいいねが9ついてるってことは日本でも人気ってことがわかりますのでまあ海外でも売れるであろうっていうまあそういった憶測が立てれるんですよでまあこの商品に関しても多分まあ僕であれば49.99で出してで送料まあ800円とかぐらいですかねで売れなかったら値下げすればいいだけ、ね、なのであこれとかいいんじゃないですかバックトゥーザフューチャーデロリアン 1> 1つ 1, 円で、まあ、あの、モデルは違うけど、モデルっていうか、それは違いますけど、まあ、同じようにバックトゥーザ・フューチャー系のデロリアなので、で、いいねも十についてるので、まあ、こういうの狙いますよね、普通に。これやったら3000円なので、まあ、例えば、ちょっと値下げして、例えば2千どうにか700円、600円ぐらいに持ってって、で1つ1300円ぐらいの仕入れだとしまして、 でこれはちょっとも売れてる履歴がしっかりあるのでちょっと高めに出しますねまあこれだったら1つ1300円なのでまあ普通に4000円ぐらい差額が出ればいいのでまあ5500円ぐらいにで売れればいいかなって感じですねだからまあこれも3000円がまあ1万2000円とか3000円とかで、ね、化けることができるっていう形ですかねだから eBay ってなんかあの転売とか物販ビジネスって難しいとかなんか稼げないとか結構 思っている方が遠いんですけどあの僕普通に見ていただければあの ebay でリサーチをしてすでにここで利益利益っていうか4000円で買えれば値下げ利益出るじゃないですかで実際にここでもまた利益出ましたよねだからこんだけしかリサーチしてないのにすぐあの利益が出る商品が見つかるのであの本当に ebay ってめちゃくちゃ簡単だと思いますねで他にやっぱりあのアフィリエイトとか youtube とか あのブログ書いたりサイト作ったりとかなんか株やったり FX 仮想通貨やったりとかデイトレーダーとかいろいろあるんですけどあのそっちの方がはるかに難しいですねだから普通にこんな感じでリサーチしていけばいくらでも見つける商品があるのであとは例えばタイトル写真撮影の仕方とかあと商品ページとか発送方法とか あとトラブル回避とかですね、そういったものを1年の流れさえ覚えてしまえば、あとあの安く買って高く売るだけのビジネスモデルですので、まあ、ただそれだけをあのコツコツ、まあローテーション関してやっていくっていうだけの、まあ何つうんですかね、まあ、ネットビジネスみたいな副業みたいな感じですね。まあ、あと多分、まあ1個ぐらいなんか、パパッと。まあ、このなんか僕、 もう何,十何百回何千回ってこの作業をやりましたので今まで数年間でそれはもう見ればもうこれはすぐ抜けるっていうのはなんとなくわかりますねさっきのデロリアンもやっぱり1000いくらで仕入れできてやっぱり50006000くらいで売れてますので、まあ、そういうの結構わかってきますねなんかこうカメラ系とかはもうあの昔やったことあるんですけど、まあ、今ちょっとやんないですねやっぱり微妙なんで なんかもうカメラ転売とか高すすぎますよね、普通に。カメラ転売もまあ僕の友達昔や,やったんですよなんかカメラのセミナー行ってでそうしたらあの半年間でしかも月に1回だけスカイプ対談みたいな会うこともなくてただのスカイプでで確か60万ぐらいですね半年間で,でしかもあのカメラ転売の仕入れツアーとかに行くとプラス10万円払いみたいな あとカメラ転売の売れる商品リストを渡すからプラス5万円とかいやそういうの結構えぐいですよね普通にカメラ転売えぐいなと思ってで結局友達はカメラ転売はちょっとだけやってもうこれ稼げねえっていうかむずすぎるってなって結局やめたんですよでもむずすぎるってなった時にあの教えてくれる人もいてスクールもあってで一緒に入った仲間もいるわけじゃないですか10人20人ぐらい あのその仲間たちがいて教えてくれる先生もいるのにな難しすぎたらやめたやめるってなんか意味分かんないじゃないですかで一応こっち金払ってて教えてもらってやってるわけでしたのでそれ考えるともうやっぱりあの人には合うジャンルとか合わないジャンルとか結構まあそういった大,大,大きななんだろうスクールとかってえぐいなってなんか最近本当思いますねで僕が 去年とかですね、あの情報商材っていうか、なんか、なんだろう、スクールみたいなのちょっと入った話とかも、ちょっと今後話していきたいと思いますので、それがちょっとマジクソエグすぎても、マジクソ商材だったので、ちょっとこんなんもあるんだっていうのを共有したいですね。ちょっとまあ、あれほんとクソすぎてびっくりしましたね。で、ちょっと話してて、なんか多分、全然見てなかったんですけど、 まあこんな感じであのいいのがあればメルカリで探していくって感じですかね今ちょっと話しすぎて,てあんま見てなかったんですね画像の方なんか音楽とかわかんないですよこれなんだろう「スーパーガールビンテージ消しゴム」 スーパーガールって多分スーパーマンみたいなやつですよね。あんのかなスーパーガール決勝。いや、ないか。あ、あった。う、あるんだ。やば。あしかも一緒やん、これ。<laughs> ウケる。あ、一人違う。あ、ちょっと違う。あれちょっと違うな。 あ、なんかちょっと違うわ。<laughs> なんだこれ。あ、なんかでも、同じだ同じ。色が違いますね。これ緑になってたぞ謎の消しゴム。これ多分売れますね。僕の缶。 なぜかというと1979年の商品で今って2020年なので十一年41年前の商品ですよねで41年前の商品ってもうどう考えてもオンリーワンの商品でもう価値が合ってないようなもん。要は値段を決めることができまあ値段っていうのは本当にいいねでこっちが決めれるような商品なんですよこういうのってしかも発送でそう送料安いし根本も簡単なのでこういった商品はこれめっちゃ狙いますねもともと5300円で20%オフだったのがえー、っと たまに消えんだよな戻るとあこれかもともと6600円だったのが20%オフで5300円で売れていますねで見ていただけると送料が500円かかってますのでまあ6000円ぐらいですね開いただっけえな何これえマジでこれちょっとお宝お宝じゃないですかこれ まあ売れてるかわかんないですけど。だからこれだけね、価値がもういい値なんですよ。こういうのってこっちの、あっち。こういうやつ。いや、やっぱ古い商品なんで、こういうの、狙いますね。いやー、これ熱いな。これ僕普通に買いますね。買いますねっていうか。いやー、いいっすね、これ。これ600円のやつもいいっすよ。600円で買って、 うーんそうっすね。例えば、試しに4000円で出してみるとか。で売れなかった別に3000とかで。あーこれいいっすね。これいいね。これマジでいいっすねいや。売れてますからね、実際。で、他の人たちはこんな高く出してるので、いや、これはいいと思う。めちゃくちゃいいと思う、これ。これも本当、オンリーワンの商品。ライバル不在しかも、あの、 これれから価値ががどどんどん上っっっててていいくううような流れを持ってますね。スーパーマンとかスーパーガールとかそう例えばバットマンとかなんだろうスパイダーマンとかっていうのはもうどう考えても世界的に人気で,でそういったショキャラクターたちの昔の商品って昔になるほどなればあの価値っていうのはこれから上がってきますので結構こっちのいいねでですね出品することができますので、まあ、僕は逆にあれですねあの 逆にあの、売れた商品の履歴を見なくて、売れた商品の関連している商品とかの商品を狙って、で、あの、オンリーワンの商品、ライバルがいないところを狙っていく方が好きですね。やっぱライバルがいても、結局、あの、なんか、値下げ交渉とかになってもめんどくさいし、結構意味ないと思っているので、結構こういったものは狙い目だと思いますね。で、あと、なんか明日の動画になるんですけど、 あのコンサル、この前2020年から募集していてで、えっと、結構連絡来たんですよ、多分10名前後ぐらいですかね。で、連絡本当にありがとうございます。で、その時にちょっとあの、えっと、コンサルの動画を20分ぐらい撮ったんですね、限定動画であのコンサルの内容を知りたい方は、要は動画で連絡してください、動画を渡すので連絡してくださいって。 で動画を渡したっていう形なんですけど、結構やっぱりあのそういった方といろいろ話したんですけどあの実際になんかコンサルやる前に電話相談したいみたいな方っていうのが、まあ、やっぱり6割7割ぐらいの方がいらっしゃいましたので,でもそれだったらもう電話相談もう無料で今回しようと思ってあのやりますっていうのを今日決めました。 で、その予告動画っていうか、こんな感じで電話相談とか、日にちはあのこの日からこの日までとか、ちょっと決めましたので、で明日、マインドマップの方でまとめたのをですね、動画アップしようと思いますので、何かあれば、LINE アットの方からですね、またご連絡いただければと思います。でこんな感じのリサーチ動画ですね、あの下の LINE アットから追加していただけると、多分あの限定動画っていうのが5つぐらい見れるような形になってますので、 まあぜひ気になった方も見てください。じゃあよろしくお願いいたします。